こちらは現在の様子です午後5時20分ごろ札幌北区拓北7条3丁目の2階建ての住宅で火事がありました今消防隊員が消火活動を続けていますね、えー、消防によりますと住宅の内部に1人が取り残されていたと見られていて消防が救助活動していますまた住宅内部を中心に燃え続けているという情報も入っていまして消防車11台が現場に出動消火活動を続けています 警察と消防は住宅の中で他に取り残された人がいないか調べるとともに火の出た原因を調べています。今